群馬県のニュースをお伝えします。群馬県は前橋駅から県庁間の道路空間デザインを国際コンペで最優秀者に2500万円の賞金を用意しました。 JR 前橋駅県庁間の道路について県は11日次世代移動サービス MaaS や自動運転などの新たな移動手段に対応した空間デザインの国際コンペを行うと明らかにしました。最優秀者の賞金を2500万円に設定し3月末から募集を始めます。最優秀者とは随契約を結びデザインを実現するための基本設計や詳細設計工事の監修を任せるとしています。県の担当者は2012年に行われた新国立競技場のデザインコンペの賞金2000万円を参考とし周辺環境などの複雑な要素があることや物価上昇を考慮したと説明しています。伊勢崎市の公園で四国犬が子どもたちを襲った事件で飼い主夫婦を書類送検しました。伊勢崎市田中島町の公園などで2月小学生らが四国犬に襲われた事件で伊勢崎署は11日過失傷害と狂犬病予防法違反などの疑いで飼い主の会社役員男性と妻を前橋県に書類送検しました。2人の書類送検容疑は自宅で飼っていた四国犬7頭が逃げ出さないように注意を払う義務があるにもかかわらず庭で放し飼いをし2月7日の午後逃げ出した1頭が西部中央公園などで休んでいた男女7人に噛みつくなどし男性1人に全治1ヶ月の重傷を負わせたなどした疑いです。市の教育委員会によると被害に遭った小学生は宮郷小学校と宮郷第二小学校の児童で負傷により50針を縫い一時期車椅子で登校していた男の子もいたということです。トケマッチ全国の被害届が173件、群馬県は1件が受理されました。運営会社の元代表が業務上横領容疑で指名手配された高級腕時計のシェアリングサービストケマッチをめぐり8日時点で群馬県を含む33都道府県警が業務上横領や詐欺の疑いで被害届173件、このうち群馬県警は1件を受理したことが11日分かりました。トケマッチは高級腕時計を所有者から預かった上で査定額に応じた使用料を所有者に毎月支払い利用者からレンタル料を受け取る仕組みとなっています。預けた腕時計が返却されないなどのトラブルが相次いでいました。館林市で路線バスと乗用車が衝突する事故がありました。11日午前8時ごろ館林市つつじ町の市道 T 字路で路線バスが右折をする際右から直進し一時停止をしていた乗用車と衝突をしました。この事故により男性バス運転手と女性路線バスの乗客57人には怪我はなかったということです。路線バスは館林市内から板倉町内に向かっている途中で女性は出勤途中でした。現場は信号機のない T 字路で詳しい事故原因を調べています。廃棄物処理場の1キロルールを災害時などは緩和する方針です。廃棄物最終処分場を新たに設置する場合既存施設から距離を1キロ以上離すよう定めた県独自の1キロルールについて県は11日災害時に大量発生する廃棄物の受け入れ施設として市町村が必要と判断した場合一定条件を満たせば1キロ以内でも例外的に設置を認める方針を示しました。県によるとルールは処分場が特定地域に集中することを防ぎ周辺住民の生活環境に配慮するため2013年から県内一律で適用しています。ただ災害が激甚化頻発化する中地元の理解を得て災害廃棄物の処分場所を設ける場合などに影響する恐れがあるとして県議会や県建設業協会などが見直しを要望していました。以上県内のニュースをお伝えしました。